お花紙と画用紙で作るひまわりの作り方をご紹介します。花びらはお花紙2枚を使って折っていきましょう。お花を作る時のように屏風に折ります。これを半分に折ります。そうして花びらの形に切ります。こんな形ですね。これを開いたら、真ん中のところをホッチキスで留めます。そして花びらを開きます。一番端と端の花びらのこの部分ですね、くっついている部分を、くっつく部分をホッチキスで留めます。反対側も同じようにしましょう。これで花びらができました。画用紙にセロテープの紙を当てて丸を描きます。クレヨンで色を塗りましょう。これを線に沿って切ります。実際のひまわりを見ながら思い思いに見えた色や形を変えていくと楽しいものができます。花の真ん中になる部分の裏にボンドをつけます。真ん中に花を置いたら、ボンドにをつけた部分を下にして、花びらを整えながら、強く押し付けます。これで花が完成しました。葉っぱを作りましょう。緑色の折り紙や色紙をハート型に切ります。こんな感じです。ここにひまわりがこうきます。ボンドで貼りましょう。両面テープで留めたり、スピンで留めたりして壁に貼りましょう。